所をあのボツワナで始めたいなとあの私たちが作っております。思っております。これがボツワナの聴覚障害者協会、デフコミュニティで、いたときに、やはりそっちでも、コミュニティがあるんですが、自分であの仕事を作らなければならない、状況になります。なので、やはりボツワナに行きたいなと思って、2019年、今年、開店する予定になりますので頑張ります。はい。で最後はこれがエピューなんですけれども、私の先生たちなんですが、ちょっと、なぜ今まで、インドネシアからインドネシアでフィンガートークをスタートするかで、今回今年もあのボツワナにも作りたいかと、そういう質問で、聞かれると、やはりあのこのなんだっけ、この文章を 見てから、インスピレーションを もらいました。で彼はアメリカの車椅子を使っている、ああの車椅子のパラリンピックのアスリートなんですけれども、彼が言ったのが、やはり障害者を見るときには、障害者だけじゃなくて人だよっていうことが必要です。それが見えないと、それができないと、その人として見ることができないと、それが障害だと、思っております、彼が言ってたので。じゃあ私はフィンガートークを作って、インドネシアで障害を持っている方々に対する差別をちょっとなくしたいから、たくさん の活動を作って、インドネシアの社会をちょっとだけ一歩一歩変えたいなと思っております。はい。で最後がほら、インドネシアのフィンガートークのビデオを